おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人法則国スタッフ T です。いつも文化人法則国をご覧いただき、あと、ちとめちゃくちゃ噛み噛みてます。ご覧いただき、ありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。日本の解き方、11月のアメリカ大統領選まで約半年、その辺は十分か。トランプ氏勝利なら台湾有事はアジアの問題に、安倍氏の不在は大きな損失というふうな高橋さんの記事が出ておりました。 リアルクリアポリティクスによると5月初めの時点でドナルド・トランプ前大統領の支持率は46.6%ジョー・バイデン大統領の支持率は45.1%でトランプ氏がわずかにリードをしているというような状態になっておりますでほぼトラみたいな感じの話になってきておりますよね、まあ、そんな時にトランプ大統領に日本はちゃんと備えることができているのかというところですよね日本は先日麻生太郎自民副総裁がトランプ氏と面談しており それなりのの対応の備えができているはずだ。ただしトランプ氏は台湾有事に関して台湾はアジアの問題と言い出しかねないのは心配だ安倍晋三元首相がいないのは返す返すも大きな損失だというふうに言われていましてもし安倍元首相がおられたら台湾はアジアの問題とかは言わなかっただろうなってなんとなく推測するんですけどもね本当に今の状態だと危ないかもしれないなというふうに感じますね。 そして、こちら。こちらも高橋洋一さんです。日本の付き方、集会遅れ、外国人との共生、欧米では外来種に在来種が駆逐、日本の社会保障は崩壊危機に、技能実習法と出入国管理法の改正議論というふうな記事が出されておりました。こちらも重要な指摘をしてくださっているので、改めてチェックしたいと思いますが、技能実習法と出入国管理、難民認定法などの改正が国会で審議されている、 どのような制度改正が行われるのか海外の事例などからどのような事態が生じる懸念があるだろうか技能実習法の改正では技能実習を廃止し育成就労とするとしている次に育成就労は試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能1号その後に在留資格の更新に制限がない2号になることも可能だ2号は家族を帯同でき将来は永住権も申請できるとしているというふうに言われてますね これで永住者は増加することが予想される一方で税金や社会保険料の未払いなどがある永住者については国内での在留が適当でないと判断すれば許可を取り消すこともできるようになる今の悪名は高い技能実習がなくなるので良い改正に見える最もこれまでの技能実習は国際貢献の建前として本音は安から労働力としての外国人受け入れだったが今回の改正で本音が前面に出てきただけ,、えー、だ,けだとも言える。 医者が主に育成就労から特定技能さらに永住権という流れは問題を抱えているこの流れがあるので今回の技能実習法と出入国管理法改正は実質的に移民法に見えるわけだというふうに説明されていらっしゃいますねねこちらもぜひチェック詳しくチェックしていただけたらと思うんですが医者の観点から外国人の受け入れでは社会保障の適,適,適用などについて原則 相互主義を導入するべきだと思っている。でないと日本の社会保障が崩壊させられてしまうというふうに結論をおっしゃっていますけどもね。本当に良くない方向に進んでいるということをおっしゃっていますね。そして高橋恩一さん。北佐野さんがこのビジネスをやっている。インドネシアの国内就労者が総理就任以来激増というふうに紹介されていらっしゃいますね。これは正義の見方でこのような話をされたんですね。岸田総理の家族への利益誘導を疑惑と。 いう,ふうに言われています岸田首相の実定はインドネシア人の国内就労を支援する会社を経営ということなんですねはいこちらこんなようなデータがありましてこちらですねこれ読んでいきましょう正義の見方最後の外国人受け入れで立たせてもらった強制なんていうが 1. 経済成長率は上がらない 2. 賃金も上がらない 3. 社会コストは上がるといった人手不足というか AI 機械化で多様する べきだし何より日本人で食のない人は200万近くいるのだから外国人よりな日本人優先だろと。で、ガンチクアルツもギリギリで滑り込ませた。一緒に解説した人も知らなかったと言っていた。おおそうなのか国会なので議論すべきしというふうに言われていましてこれが国籍別外国人労働者数で、えー、これがですね こちら、ミャンマーとインドネシアが伸びているというふうに説明されていらっしゃいますね。はい。で、この点々がミャンマーで、その次がインドネシアということで、急に激増しているということなんですね。はい。そして、こちら、話は大きく変わりますが、国民民主と連携し、政権交代を立民安住氏ということで、あるテレビ番組の中で次期衆院選について、 関数までの立候補者を何とか立てられると強調したとその上で政権批判の受け皿として認知されれば政権交代は決して意味ではないと述べたということなんですね支持率はあんまり上がってない状態かもしれませんけどもでこういうふうに、えー、安住さんがおっしゃっているようですね国民民主党と連携しというふうに言われていますけども候補者を調整を進めれば関数までの候補者を何とか立てられると強調したということなんですね うううなってしまうんでしまでょかこちら保守王国で保守国栃木で立民が高税焦る自民権威逆風なんていうものじゃなく竜巻だというふうに言われていましてね保守王国と言われた栃木でとんでもないことになっておるようです。 でこちら政権の崩壊が近い小沢一郎氏が与野党重鎮を前に政権交代実現を訴えるというふうに言われていますね人間民主党の小沢一郎衆議院議員は都内で開かれたパーティーで自民党政権の崩壊が近いと話し政権交代の実現を訴えました 民主党の幹事長を務めた越井氏元参院副議長は12日、自身の解雇力の出版を記念したパーティーを東京都内で開き、自民党の麻生副総裁や甘利前幹事長、立憲民主党の泉代表や野田元総理ら、与野党の重人が出席しましたと。その中で小沢一郎さんがこのような話をされたということなんですね。で、こちら。森山政調会長、あ総務会長ですね。森山総,総務会長も、 解散遠くない可能性というふうな発言をされていたようですね。いろいろ説があり、岸田首相しかわからないが、そう遠くない時にある可能性があるなと思うと述べた。いつ解散があるか正直わからないとも指摘したということでございます。これは鹿児島県のある町での会合でこう発言されたということなんですね。で読売もこのように報じています。そう遠くない可能性、衆院解散ですね。政治資金非常に危機感を持っているというふうに言われています。ね 国民の信頼回復に向け全国を安揮しお詫びを申し上げ自民党の決意をお伝えしているしっかりと改革を進めていきたいと述べたということなんですねいやだんだんとこういう話がどんどん出てくるようになってきましたねでその中でこういう興味深い記事がありました岸田首相 vs 木原誠二氏のバトルが過熱政権交代が起こってもおかしくないその発言意図というふうな記事が出ておりました 中田町ウォッチャーの間で岸田首相の最側近である木原誠二自民党幹事長代理の公然、非公然の言動が密かな話題となっている。少々前のことだが4月26日の朝日新聞は政権交代起こってもおかしくない。 首相最側近、木原氏が発言、広がる憶測の見出しを掲げて、次のように報じた。財務官僚出身の木原氏は、日本の政府は官僚機構が中核を握り、政権交代でも政策は変わらないとの認識を述べた、述べたかったようだが、首相側近の発言だけに注目を集めている。仮にそういうこと、政権交代があっても、日本の政治は霞が関がしっかりしているの引用が木原氏自身の言葉だったとしても、それは何ら不思議なことではない。それよりも何よりも、どのような略、 脈略から政権交代起こってもおかしくないという表現となったのかの検証であるそれをもって木原氏の発言意図が見えてくるからだそもそもの経緯が説明したいというふうに、まあ、経緯を説明されていらっしゃるんですけども。 で、派閥の政治資金規正法改正事件を念頭に今、自民党は非常に厳しい状況にあり、政権交代が起こってもおかしくないが、と続けたのである。前のめになる岸田氏相その一方でというふうに言われていまして、言葉遣いとしての政権交代は核心犯である。その意味では読売の見出しにある。政権交代も、木原氏が危機感は正しい。すなわち自民党が直面する現状への危機感を促すための発言となる。同志と話す機会が少なくない筆者が、斜めに、 社に構えて憶測すれば、推測すれば、いや異なる見方が生じる。それは岸田首相の国賓待遇による訪米の1、2週間前から岸田氏と木原氏の間に隙間風が吹き始めたという話が耳に入るようになったことと無関係ではない。へえ、そうだったんですね。今国会会期,前会期内の衆院解散をめぐり、 前のめになる岸田氏に対しブレーキをかける木原氏という対立構造がそれだ。改めて指摘するまでもなく9月の自民党総裁選で再選を目指す岸田氏は、それまでに衆院解散、総選挙を断行して、自民過半数を維持できればそれが叶うとの見通しに立つ。しかし多くの選挙予測のプロは、自民党が原油の257議席の200割は必死で,であることでは、あるだけではなく、自民、公明両党合わせても過半数233議席に届かないと断じる。これが中田町で支配的な見方である。 よって、早期解散反対論の麻生太郎自民党副総裁は、岸田首相支援を大義にして、傍らで暴走阻止のために身を光らせているのだ。例えば、同省義務であれ、麻生、木原両氏は同志と言っていい。最近の木原氏は、プライムニュースであったりとか、いろんなところに積極的に、精力的に活動されているということなんですね。 他にもいろんな精密な分析をされていらっしゃるので、ぜひこちらを読んでいただきたいと思うんですけども、最後にここだけ読んでいきましょう。長田町では8日昼過ぎに7月7日投開票の東京都知事選と衆院選のダブル選挙説が駆け巡った。共同通信は来週18日に選挙班拡大会議を予定していることもあり、霞が関を巻き込んだ、あ霞が関も巻き込んだ大騒ぎになっている。 ここの記事出しは政治資金規正法改正実現を二式の見方にして強行突破の意向のようだというふうな締め方をされていらっしゃいますね。年川さんですね。年川さんの記事でした。はい。こういうことで、いろんな動きが自民党の中であるんですね。もう最側近でとても仲が良いというふうに認識しておりましたが、VS の構造になっているというふうな記事も出ておるようで、これは見逃せないなと思ったので紹介させていただきました。 はいというわけで、ここから先はメンバーシップ、レベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いながら情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄からご視聴ください。今晩さんもここまでです。ありがとうございました。というわけで、これもたくさん紹介したんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。通信最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。急に毛布めくられた猫の反応ということで見てみましょう。 というわけでいかがでしょうか。むちゃくちゃ可愛いですね。もう猫さんは正義ですけども、もうリアクション最強で、えー、癒されましたね。私もこれやります。というわけで本日もありがとうございました。さようなら。